日本生命セパ交流戦楽天後の4巨人12日楽天モバイルパーク女優の玉田詩織が始球式に登場スラッととした手足が目を引く投球を披露し話題におへそ胸元ちらり始球式にファン釘付け動画写真複数玉田はへそ出しの楽天ユニフォームに黒のハーフパンツ姿で登場 右投げでかなり高めのリリースポイントからの投球は高めに大きくはぐれるも保守の石原剛が立ち上がりジャンピングキャッチ。ノーバウンド投球となった。玉田は心身とマウンドから一礼し、始球式を締めくくった。玉田の始球式の模様を楽天球団公式 X、旧ツイッター、が紹介。玉田しおりさん最高。かっこよかったよ。ナイスピッチング。最高に可愛かった。 などの声が上がった。玉田は宮城県出身の22歳で15歳の時にオスカープロモーションが開催している全日本国民的美少女コンテストで審査員特別賞を受賞。過去には米倉良子1992年、上戸彩1997年、靴那しおり2006年らが受賞している。